アモルの占い処方箋、魔法の言葉でお悩み解決。はい、ホタテさんね、今日はどういうご相談内容ですか？はい、私は気持ちを切り替えるのが下手だなって思って、なんか落ち込むこととかがあると、一日もあ今日はダメだってなって、すごい結構引きずっちゃうんですよ。でそのじゃあ自分がその切り替えてるのはどういうことで切り替えてるっていうのに、ね、気づいてますか？でもなんか楽しいことが、それを忘れるような楽しいこととかがあると、なんか忘れてます。なるほど。じゃあちょっとカードをね、引いてもらいたいので、1枚目から引いてもらっていいかな？はい。ちょっとメッセージもらいましょう。そんなホタテさんに。はい。はい、お願いします。はい。はい、じゃあ3枚目。はい。自分をリラックスさせる方法だったり、楽しむ方法で忘れてるとおっしゃったじゃない、それがまさに自分で戻す方法、ゼロに戻す方法、自分をリラックスさせていい状態にするっていうのはゼロに戻してるんです、それをねもうやってる。やってますか？ダメだこれって思っても楽しいことリラックスすることしながらもう解消してるんです、ちゃんと自分の思ってるようになってますよって。あー本当だ、全て思い通り、そしてホタテさん自身が結構芯が強い、自分がこうって思ったら結構ぶれないところがある、だからきっとそのできないって思うことも強いんですよ。あーなるほど。ここ自分の思ったようにしたかったっていうのがある。あーそうなんですよね。自分が思ったことができなかったことはダメじゃなくて、その他に違うホタテさんの魅力が出てたはず。ここにね気づいていくと、落ち込むことも減るのかな。自分を信じていくと、できていることを評価できる自分になる。お大事にしてください。ください。はい。